ね、肘が伸びますよね。肘伸ばしてグラブして、はい、これでこのまま自分の目線より高い位置に来た時に拳が、その時に右手はガッツポーズ、右手はガッツポーズ、右手はガッツポーズで、引き手になる左の方か、左組の人は反対で考えてください。はい、これは手首をこう返していきます。こういう感じ、こう、わかる、ブラブラして、ね、反動を使って上に上がってきたら、釣り手となる方をガッツポーズ、ガッツポーズ、ガッツポーズ、で、引き手の方は手首を返して小指が上、これまさにこれです、この形です。いい、はい、一回ちょっと、はい、やめてください。いい、あの、背負い投げじゃないからね。いい、こうはしないで、あの、親指が自分の耳につくように、手の方、こうで、ガッツポーズ、こう、小指がこうねじれてしまうと、小指の方を耳に受けてしまうと背負い投げだから、これは、あの、親指を耳の方に、そうで、ガッツポーズ、このよろしいガッツポーズある、ガッツ、ね、やったっていう感じで始めてください。はい、引き手の方は手首を返して小指が上、ね、で、ハンドを大きく使って頭のところまで、これはちょっと背負い投げとちょっと違ってて、頭の方でいいので、頭の方にめがけて小指が天井に向くようにやるんです。はい、こっちで、はい、こう、そう、いいですか。はい、上半身は以上です。で、下半身ね、下半身はあの、一歩目の足がやっぱりね、さっきの背負い投げと一緒で、重要になってるので、これも一緒、足を後ろにブラーンと振り子のように後ろに下げて、はい、こういう感じ、はい、そう、後ろに、そう、一歩目の足はどうだ、あまりあの横に向きすぎてしまうと、入った時にお尻が外に向いちゃうので、あの、内股ってお尻で上げるんですね、実は。足で、まあ、肩で、あの、柔道の、ね、投げの方だと足技になってるんですけど、あの、足技なんだけど、お尻で、ね、ボーンと上げていくんです、ね、ですので、あんまり外に、あの、回りすぎてしまうとお尻がね、出ちゃうので、こういう感じですね。ここまで入っちゃったらこれでお尻で上げれない、だからつま先があんまり外向きすぎないで、ちょっと斜め先の前に向くように入ってあげます。そうすると入った時にこうお尻が上がる、お尻で上げれるの、だから斜め前、そっちじゃなくて斜め前に、ごめん、はい、で、2本目はつま先が舐める方向、これはもうみんな知ってると思うんですけど、舐める方向、こういう状態、こういう感じ、1本目はこっち、2本目はこういう状態、そう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 、いい、はい、これでここで意識してください。1本目の足を後ろに下げて、こう、はい、はい、ちょっとやってみて、どうぞ、曲げる、じゃあ曲げる、いい、どうでしょうか、いいか、はい、なんで後ろにね、これ下げるかって言ったら、あの、1本目が強く入るように、ね、1本目が強く入った時に必ず切りと釣り手の力が、ね、伝わるので、足からね、だから割ると後ろに下げて、ね、1本目を強く入れるように、まあね、足が1本目が弱い人は絶対引き手と釣り手が弱いんですよ、だから相手は全然崩れないので、だからわざと後ろに下げてこういうイメージ、こういう感じで目を振り込む態度で勢いよく、ね、入るようにしたい、はい、で、これで上半身と合わせてみるよ、こうです、こう、よ
両足、片手、片足を後ろに下げて、息を作って、今のを意識して打ち込み、投げなくていいからここまで、今ので意識してこう入ってみてください。持ってるからね、ここまで下がんないけど、下げてるイメージで、下げてるイメージ、力入れてブラーンと引いて、多分できると思う。はい、じゃあそれでやってみてください。